どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回ですね、実は私引っ越ししておりまして、見てください。じゃあ、あんまり変わんないかな。一応ね、新居なんですよ、ここでですね、こっちは段ボールの山です。まだいっぱい段ボールの山があるんですけど、ひとまずね、まあまあこうしてる今もどんどんアップロードしていきます。今回の曲は500マイルという曲をやってみたいと思います。洋楽のカバー曲ですけど、まあいろんな方カバーされてる、あの有名な曲です。最近では藤原さくらさんがカバーして、ドラマでカバーして話題になりましたけども、もともとはですね、今の清志郎さんのやってた HIS というグループ、HIS っていうのかな、の清志郎さんが日本語に直したというストーリーがあるらしくて、結構ね、調べるとすごくいろいろ歴史が深いというか、もともとはもう本当古い曲みたいでですね、この500マイルという曲を、このちっちゃいウクレレを使いまして、ガズレレ流超簡単バージョンでやってみようと思います。はい、やった。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたシンプル簡単バージョン。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンって、もうこれしっとり曲なんですよ。もうずっと繰り返しで淡々と一曲なんで、こうなんかね、その淡々とした感じが出せるといいと思うんですけど、最後までご覧になってください。さあ、この小さいウクレレ、簡単ですよ。奥も深いですけど簡単です。音楽を諦めていた方、私は楽器は無理だわと思ってた方にこそウクレレやってほしいんですよ。超簡単ですからね。で、さらに今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルでしたら、動画を見てるだけでどんどん弾けちゃいます。この私が親切丁寧に持ち方とかコードの下げ方、わかりやすくレクチャーしてますから、すでに650曲の超簡単ウクレレレッスン動画がアップロード済み、全部タダで見れますからね。これはやるしかないです。スマホでも見られるしね、もうちょっとの隙間でも見られますからね、あらゆるジャンルカバーしてみて、見てください。今、ここから、ここにね、リンクを貼ります。そこのリンク先の初心者レッスンをここというところに行って、1234って数字の順番に動画を見ていくだけで、あれ弾けちゃったよってなると思いますからね。楽しいですよ。ぜひ始めてください。じゃあ初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。勝ち。行ってらっしゃい。よし。じゃあ500マイル。まずはゆっくりシンプル簡単バージョンをやってみようと思います。よし。1、2、1。次の汽車が駅に着いた。この街を離れ遠く、500マイルの見知らぬ駅に着いた。この街を離れ500マイル。おい、じゃじゃん。シンプル簡単バージョン、ガズレレ流ショートカットバージョンでやってみました。ちょっとショートカットにさせてもらってるんですけれども、まあ、ほぼ全編やってるんですけれども、フルでやりたい方書き出してください。で、気づきましたがね、この曲はですね、最初から最後までずっとこのコードをただただローテーションで回しているんですよ。この辺のだからね、結構淡々としてこう 無気力感というか、こうきっとなんとかこうぼんやり回想してるんだなって、こう情景が浮かびますよね。はい、私引っ越ししたばっかなんでね、この歌結構今響きますね。なんかね、
はい、新しい町へ行こう。はい。で、その時に、ね、ご自分のノートに書き写す時の参考になるように、私のノートを見てもらいましょう。今ね、シンプルショートカットバージョン、イントロちょっと省いたんですけど、つまりこのコードをずっとほとんど回って、ここがちょっと変わってるだけで C か G7 かってことなんですけれども、一応見せたいと思います。動画内のテロップで見る方がわかりやすいかもしれない。一応ね、はい、こんな感じで書いてます。はい、一時で。はい、どうぞ、じゃあ、どうぞ行きましょうか。おいおいおい、ここまで来ました。はい。つまり、ここが、CC になったり、G7 になったり、C になったり、ここが変わるだけで、あとほとんど一緒ですね。はい。で、これ出てくるコードなんですけど、まあ、先ほども言ったように、これをずっと回してるだけ、はい。C と Am、F、Dm ですよ。G7、Em7。このコードです。はい。出てくるコード。1、2、3、4、5、6。はい。これ、いつものおなじみの、ドン！これです。ガズレレ必須コードという、ガズレレ流のコードのグループがあるんですよ。ガズレレ必須コードというグループ。8個のコードです。はい。そのコードを覚えちゃうとですね、今、ご覧になってるガズレレ YouTube で650曲以上上がってる超簡単レッスン動画の8割9割できますからね。これ必須ですからね。覚えてください。以前この8個のコードのことをものすごくわかりやすく解説している。もちろん私がですよ。動画をアップロードしております。ここにリンク貼っておきます。ここでお勉強してください。ここはもう覚えてください。マストです、マスト。楽しく覚えましょう。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに行きたいと思います。かっこいいバージョンはね、まあ、さっきも言ったんですけど、この曲が淡々として盛り上がりもなんと、あえてないんですよ。なんで、その、空虚感みたいなのが出せるといいと思うんですけど、まあ、イントロが、入りますね。コード進行、まあ一緒ですけれども。で、ここに書いてある。アルペジオ主体でいこうと思います。アルペジオっていうのはどういう弾き方かやってみましょう。こういうやつです。分散和音というですね、日本語でいうところの。これでしっぽり落ち着いてやってみようと思うんですけれども、アルペジオの弾き方。はい。ここです。ここのリンク先からアルペジオと探してください。ここのリンク先はホームページの1枚で、ガズレレホームページのね、ウクレレでできるリズムのいろいろというページでございまして、そこで見るとアルペジオの弾き方が解説できま、わかりやすくなってます。でね、これやっぱりね、いくら淡々としてても、淡々としてとはいえ、やっぱちょっと変化つけた方がいいと思うんで、ちょっと見ててね、最初は基本的には、パントンパントン、ペントン、パントン、パントン、パントン、ペントン、パントンなんですけど、たまにね、タントントン、前半だけ弾いて最後親指で伸ばすっていう弾き方も入れてる。ちょっと今ここに亀がいるんですよ。亀がガタガタ、ちょっと亀ちゃんちょうるさいよ君。はい、てん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 、こう伸ばす。てんてんてん、ここまで一緒よ。てんてんてんまで一切どうも。でその後てんてんてんとかやってもいいです。てんてんてん、まあ、あんまり決まりきった感じじゃないんですよ。こうある意味、ラフでいいと思うんですけれどもね、ちょっと変化をつける。この辺はちょっとなんで基本はタン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 、たまにタン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 123タン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 123とか、アレンジを加えてアルペジオをやってみようと思います。これでまあやっぱり心を込めて情景を浮かびながらやっぱ歌う感情表現ですからね。はい、じゃあこれを踏まえてシンプルだけど淡々として心を込めてかっこいいバージョンやってみる。
数えてもう100マイル。優しい人よ、愛しい友よ、懐かしい家よ、さよなら。次の汽車が駅に着いたら、この街を離れ500マイル。はい、じゃじゃん、はい、かっこいいバージョン500マイルやってみました。アルペジオ、一言でアルペジオと言ってもちょっと弾き方が変わったりとか、強弱もつけてね、強く弾くとこ弱く弾くとことか、あとテンポもちょっとこうコントロールしてゆったりするとこと、ちょっと速いとこ、こういうとこも全部含めて表現力としてやっちゃう、いいと思います。歌は感情表現ですからね。はい、皆さんも歌ってください。はい、ドン、ガゼレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。よろしくお願いします。見てくださいね、ホームページ。はい、皆さんドン、これじゃあレッツゴー最高ガズの CD ですよ。全曲 YouTube と連動し2枚組の CD、 はい、こっちは作品としての CD、 こっちはレッスン CD2 枚組です。で、こっちの CD の曲かっこよく弾けるためのこっち CD なんて、 これはね結構画期的で、全部もちろん楽譜とか初心者レッスンコーナーもついてまして、歌詞とかも全部載ってますんでね、これを皆さん覚えていただいて、来年9月1日に日比谷の野音でもライブが決まってますからね、皆さん9曲これみんなで一緒に歌おう、これ絶対楽しいですよ。で、初心者の人も弾けるように4つ弾きバージョンでも大丈夫ですから、全部動画も上がっております。音源もフル公開で YouTube 上がってるけど CD も買ってほしいです。はい、 CD のこと全部ここにまとめてます、見てってください、よろしくお願いします。はい、で11月はですね、ガズレレの日がもう大盛況で終わりまして、ソールドアウトありがとうございます。続きまして関西行きますよ、関西。はい、こちら和歌山、大阪、11月24、25お待ちしてます。関西地方の方盛り上がりましょう、今から準備しといてよ、質問も何でも受け付けます、やりたい曲どんどんやっていこう。はい、でウクレレ持ってきてくださいね、持ってこないとダメですよ、一人お一人様大歓迎ね。はあ、楽しみですね。また、はい、12月は沖縄まで行きますんでね、沖縄の方盛り上げといてよ。はい、本出してます、ドン、主婦の友社から出てるガズのいいこと言っちゃってる本、いきなりウクレレです、これは人生と生き方と音楽と楽しむ、ぜひ読んでください、おすすめです。はい、こちらリットミュージックから出てる、ガズのウクレレ初心者用教則本、なんとリットミュージックで一番売れてる本ですよ今、これ信じられないです。はい、ありがとうございます。ガズレレ歌本シリーズも引き続きよろしくお願いします。さあ、そんなことで毎日音楽やっていきましょう。引っ越ししてちょっとリフレッシュ、ちょっとね背景変わったけれども、まあ変わらずにどんどんアップロードしていきますんで、皆さん一緒に音楽やろうぜ。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。